山崎真之助君、はい、国民民主党新力府外の山崎真之助でございます。今回はまずはワクチンの確保についてお伺いをしたいと思います。あの先般厚労省はワクチンの接種間隔期間を一般の高齢者はま6ヶ月に、で一般の方も7ヶ月に短縮するように自治体に通知を出されました。そしてまた接種体制に余力がある場合は。 さらに前倒しをして、接種を進めることも併わせて要請をしていますが、ということはです、ね、その分だけワクチンの確保、これがなければならないわけでございますが、現在の確保状況について教えてください。また、期待なく供給できる見通しはちゃんと立っているのか、お答えください。山際国務大臣。あの一言で申し上げますと、きちんと対応はされているということでございます。もう少し詳しく申し上げますが、 4月までに使用するワクチンについては、都道府県別の配分量をすでにお示ししております。具体的には、3月までの接種対象者、これが6361万人いらっしゃいますが、ファイザー社ワクチン約2960万回、モデルナ社ワクチン約3550万回、合計 6510万回ですから必要な量以上のワクチンが供給されるということにもなっております4月の接種対象者は1701万人でございますがこれも合計約2000万回分を配送することになっておりますでこのワクチンはきちんと確保できておりますのでそれを地帯なくですね自治体の方にお届けするということで計画ももう自治体の方にお示ししております 山崎之介君、はいまあ、足りているということなんですけれども、ただ、その割にはです、ね、あの情報発信がちょっと不十分じゃないかなというふうに思います。あの昨年はまあ菅政権はです、ね、あの5億回分ワクチンを確保しましたよとか、アナウンスをされまして、でもそれがです、ね、やはり国民に安心感を与えました、しかし今の岸田さんは、そういったことはあまりおっしゃられない、もしかして何か確保に問題が生じているのではないかと。 いぶかってしまうんですけれども、そういったことは決してないですよね、ぜひちょっとお答えをいただきたい。山際国務大臣はいあの決してありませんがあの、ご指摘はご指摘でございますので、総理にしっかり伝えます、その上で、ワクチンはしっかり確保されているので、一日も早くブースター接種をやっていただきたい、まあ、このことは私も含めてですね、えーまあ、声を大にしてお願いをしなくてはいけないと、さらに認識いたしました。 山崎信之助君はい、ぜひオープンにしてですね、情報発信強化して国民に安心を与えていただきたいと思いますよろしくお願いいたします二点目ですが保健所業務の負担軽減策についてお伺いしたいと思いますあの保健所の対応が限界に来ているということは大臣もご承知のことかと思いますあのその原因の一つに、まあ、膨大な数の陽性者に対して積極的疫学調査であったり療養支援を実施しなければならないことが 挙げられているんですが、そこでこういった作業を柔軟にできるように、対象については重症化リスクの高い方などに重点化し、国においてその統一的な基準について示すことが必要だと、これ、1月25日に指定都市会の、指定都市市長会がです、ね、緊急要請された内容でございます。 ちなみにこの指定都市の市長会の会長が、私の元上司である鈴木康友浜松市長でございまして、昨日電話がありまして、しっかり伝えてくるようにということでございましたが、あの一部自治体ではもう自主的な動きも見られるそうなんですが、まあ、国としてそのような統一的な基準、示していかれるのかどうか、その対応についてお答えください。山際国務大臣 あのこれもですね、実はもうルールとして、柔軟に対応できるようにということを、昨年の全体像をお示しをする中で、やってございます、あの丁寧に少し申し上げますと、えー、1月12日にそれも公表してあるんですが、健康観察、診療を実施する医療機関、これ、保健所に任せていたい医療機関、地域の医療機関にお願いするということで、11月末時点で1.2万、 期間あったのが万また都道府県と連携して、IT も活用しながら、保健所に頼らず地域の医療機関において健康観察等を実施できる体制の構築、自治体の判断、 によりですね浜松市なら浜松市の判断により、重症化リスクが低いと考えられる方は、健康フォローアップセンターにおいて健康観察を行えるよう事務連絡で示すことなどは取り組んでまいりました。一方で、昨日だと思いますが、厚生労働省のアドバイザリーボード等々でもで、さらに柔軟に保健所によりですね負担をかけないで済むような方法もないかというような議論がなされているということも含まれまして、これもあの議論をした上でで、自治体の 皆さんにきちんとそれが周知というか、コミュニケーションを取って、ご理解いただけるように、努めてまいいりたいと思います山崎信之助はい、よろしくお願いしたいと思います。もう一つ、その指定都市、市長会からの要請内容があったと思います、今後の課題として、現在の感染症法で規定されている全数を直ちに届け出る扱いを見直して、新たな届け出基準を策定することと、そうすると、だいぶ現場の逼迫状況は和らいでくると思うんですが、こちらについて、大臣の見解を教えてください。 山際国務大臣これはですね、感染症対策の一番基本的なところなんですね。なので、えー、感染症法の第12条で、医者の義務としてこれ、課されているものですから、そこがないと対応のしようがないんですよね。なので、これはあの議論はいたしますが、相当慎重に議論しなくてはいけないものだと考えております。 山崎信之助君はいあの慎重にということは分かりますが、であれば、この国会で,です、ね、感染症法の改正、これをしっかりとやるべきだったなというふうに私は思います。